しげに街中をフラフラ移ろなまはまるでグルーそうこの世は複雑かいきなれお前が怯えてるのは自分自身の差が舌がやけどする場合スパイスをかけても何の味もしないの終焉のため息ついて君の痛みを与えてやる。ディアボリックラバーズ。さっさとしなさい。グズにも程がある。そう大声を出すな。少し落ち着いて。それが遠の方らしくてね。ああ、父さんが若い頃あの辺りにいたこともあってね、急遽教会から正式に要請が来てしまったんだ。すぐに後任を送ってくれるということだよ。その件については安心しなさい。それに何かあったら日本にはお前もいる。
よく聞きなさい。父さんは一人で行こうと思ってる。お前を一緒に連れて行くわけにはいかないんだ。ダメだ。すまない。私だってお前と離れて暮らすのは。だがこればかりはお前のためだ。分かってくれ。それは何度も考えた。だが、父さんにしかできない仕事があるんだ。とにかくだ。お前の生活が困らないようにきちんと手配しておいた。私は明日の夜立つ。それまでに荷物をまとめて、ここの住所の人を頼りなさい。疎遠だったため、今までお前には行ったことはなかったが、遠い親戚の家だ。教会とも関係しているから、今回の事情は分かっている。お前に悪いようにはなさらない方だから。父さんの代わりと思って、何でも頼るといい。どこにいるのですか？どこだ？どこにいる？
流星。ああ、んだお前、人んちでキャーキャー騒ぎやがって。んだ、女かよ。こんなところで何してんだ。あ、さっきまでなんだ。俺が気持ちよく自分ちで寝てたのが、なんか問題あるのかよ。確かにさっき、なんだよ。飛んで火にいるなんとかってのはお前のことだな。ちょうど腹が減ってたんだ。寝起きにとっておきのご馳走ってな。それこっちのセリフだ。人ん家にいきなり入ってきてんのはお前だろう。うるせえよ。息のいい餌だな。暴れんな。少し静かにしろって。なんだ今の。何ですか創造主。寝起きに創造主のは勘弁していただきたいですよ、アヤト。レイジ、どうしましたか、そんなにほうけて。おい。は？あなたは？え？世話？どういうことですか、アヤト。知らねえよ。つうか父なし。お前さっきんなこと言ってなかったじゃねえか。バカ、んなもんお前のことしかねえだろ、父なし。つうかレイジ、んな話聞いてたか。いや、聞いていませんね。レイジです、坂巻レイジ。おや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 。こんなところに可愛い人間の女の子だって。こんにちはと、はじめまして、リッチちゃん。ライト、初対面の女性にそれは少しぶしつけなのではないですか。レイジは相変わらず硬いね。いいじゃない、おいしそうな子の味見くらいしたってさ。殺すぞてめえ。俺より先に父なしに唾つけやがって。おいしそうなものには唾つけとかないとね。野蛮な兄弟たちに食べられちゃうからさね。
かなとくん。僕にも舐めさせてください。動いちゃダメですよ。うん、甘い。人間のくせに珍しく美味しそうな子じゃないですか。ねえ、どうしてこんな子がうちに？今晩のおかずじゃないの？バグ、お前らは脳内でおかずにしてろっての。こいつは俺んだぜ。この俺様が最初に見つけたんだからな。でも食べ損ねた。ざけんなレイジ。余計。だっす。ね？おい、その声はスバルの野郎だな。出てきやがれ。人間の匂いがすると思ったら道理で。お前のおかげで貴重な睡眠時間が削られた。一体どうしてくれるんだ？おい、なんとか言ったらどうだ。ああ、ふう、相変わらず血の気が多い弟だな。うるせえ年中発情期。お前のことなんか兄貴と思ってねえからな。ムカつく。その減らず口閉じないと切り刻みますよ。そんなガタイでやれんのかよチビ。テディ見ておいで。こいつが次の僕らの獲物らしいよ。やれやれ、いい加減にしてくださいよ。いくら温厚な子の私でも、この方を煮るのも焼くのもお好きにと言いたいところですが、やんちゃな弟たちにここであなたの争奪戦をされるのは耐えられませんからね。まずはどうしてあなたがここに迷い込んでしまったのか、その理由を聞かせてください。なんだ父なし、震えてんのか？やっぱりかわいいね。今すぐに食べちゃいたいよ。歯がガチガチ鳴ってる。よっぽど僕らのことが怖いんですね。何がわからないんだよ。俺たちすげえわかりやすいじゃねえか。なあ。まあ、アヤト君ほどわかりやすくはないけどね。ほら、ちゃちゃを入れないでください。一向に話が進まない。いい加減、本当に私も怒りますよ。そこのあなた、怯えているばかりでは話にならないじゃないですか。私に鞭で打たれたくないのであればね。お前、教会の娘なわけ？道理でくせえわけだな。教会の娘がこの屋敷にね。何の因果か。親戚というのもパッと心当たりが出てきませんしね。
残念だけど、そうだろうね。だって教会関係者はどう考えてもこの家は紹介しないでしょう。ライト、自虐ですかそれ。どうかな。ちょっと待てよ。その様子じゃどうせ行くあてねえんだろ。ここにいろよ。ああ、それ賛成。この家さ、男ばかりでむさ苦しくてかなわ。ビッチちゃんがいてくれれば、少しは生活に潤いがもたらされるかもしれないな。おい、待ちやがれ。おい、バタバタとうるさいぞ。仲間？そう言われるとだいぶ心外だな。強いて言うなら腐れ縁とでも言っておくか。あんたがあいつが言ってた女なのか？おいシュー、お前こいつのことなんか知ってんのか？まあまあじゃありませんよ。これどういうことかきちんと説明してほしいです。あいつが、そういえばこないだ連絡してきて。お前らの同居人だ、せいぜい仲良くしろとだけ。はあ？つうことはこの父なしがさっき言ってた家ってのは、これは渡りに船ってやつじゃないの？どうやらここで間違いなかったようですね。バカ、嘘なんか言ってなんか意味あんのかよ。いいんじゃねえの、教会の紹介で、ここで。何かおかしいんでしょうか。あなたたち、俺たちがヴァンパイアだから。ああ、あっさりネタバレかよ。そのままじゃないですか。僕らはヴァンパイアという種族だ。それ以上でも以下でもない。あなたは先ほどから嘘だ嘘だと。不愉快です。アヤトも言っていましたが、嘘をつく理由がない。まあまあ、ビッチちゃんはさ、認めたくないんでしょ、僕たちみたいな存在をさ。認めようが認めまいが構わねえよ、うぜ。おい、お前の探し物はこれか？どうすっかな。なんだよ、
その言い草はよ、俺は親切にも拾ってやったんだ。それが拾い主に対するお前の礼儀なのか？おい、アヤト。そいつを俺に貸せ。あ？よこせってんだよ。こうするんだよ。お前さっきからうるせえんだよ。まあまあ、ビッチちゃん、これから僕ら夜の住人と仲良くしようってことならさ、携帯なんて無粋なものは必要ないさね。じゃあここから出ていく？ああ、そうですか。じゃあちょうどいいですね。僕ね、さっきからもうお腹ペコペコなんですよ。君って本当にバカなんですね。ヴァンパイアがお腹を空かせてるって言ったら。ちょっと待て、カナト。こういうのは年功序列だろうが。何バカ言ってるんですか。今さら後悔しても遅いですよ。君の血結構甘くて美味しそう。残さず全部飲んであげますよね。何？ビッチちゃん、面白い。ロザリオなんて持ってたの？随分と古典的な方法がお好みのようですね。バカバカしい。どこのおとぎ話だ？くったらね。ごちそうを目の前にしてどうしてくれるんですか？はあ、めんどくせえ。だから人間は俺たちにとっちゃごちそうなんだ。なめてんのか？ほんとばっかだな、お前。それはちょっと悲しいな。ビッチちゃん、やっぱり君に僕らのことを認めてもらうには、こうするしかないんじゃない？いただきます。やだ。気に入りませんね。あなたがどれほどの血をお持ちかは知りませんが、まるで高級車を拭き取りではないですか。くったらねえ。いいんじゃねえの、選びたきゃ選ばせれば。お、珍しくスバルがやる気じゃねえか。そうですね。なかなかにしつけがいがありそうな女は久しぶりです。僕を選ばなかったらテディね、あいつを二人で
八つ咲きにしよう。面白くなってきたぜ。当然選ぶのはこの俺様だろう。決まってるよな。何でもいい、とっととこの茶番を終わらせてくれ。ビッチちゃん、この僕を選ばないと後で絶対後悔することになるよ。